崎です。今回は田上市長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。さあ今回のテーマはヨーロッパ訪問を振り返るです。もう1ヶ月ぐらい前ですよ ね。市長は4月末から5月上旬にかけてスイスとイタリア、バチカンの3カ国に行かれたということですが、ですね、これはどういった目的で訪問されたんですか？はい、3つの目的が大きく言うとあったんですけども、スケジュールがあります。はい、1つがスイスのジュネーブで国連の会議に出席をして、2つ目はイタリアで平和活動をしている皆さんを応援して一緒に参加をして、そして3つ目はローマ法王に謁見するという3つの大きな目的がありました。うん、この写真ちょっと気になったんですけど、これは何ですか？これはジュネーブの国連本部の前にあるモニュメントなんですけども、はい、壊れた椅子というタイトルがついてるんですけども、高さが12メートルほどありまして非常に大きなモニュメントなんですね。はい、でこの足がなくなってますけども、これは地雷とかクラスター爆弾に対する反対の意思を表明するモニュメントなんですね。で戦争終わった後でも地雷などによって足をなくされる方がたくさんおられますので、そういう爆弾をなくしていこうというメッセージが込められています。そのジュネーブで開催された NPT 再検討会議の準備委員会に出席されたということですが、ちょっと改めてその NPT 再検討会議、 NPT というのをちょっと説明してもらっていいですか？ NPT というのは核不拡散条約のことですけども、これは最初にアメリカが原爆を作って、その後ソ連、イギリス、フランス、中国というふうに増えてきた時点で、これ以上増えていくと世界がどんどん危険になっていくということで、これ以上増やさないための条約を作ろうという機運が高まってできた条約なんですね。はい、で核不拡散条約といいます。で大きな柱が3つあって、1つはこれ以上新しい国が核兵器を持たないということ、それから、それだけでは不十分なので、持っている国はちゃんと核軍縮に誠実に取り組むということ、それから3つ目は平和利用に関してはどの国も同じような平等な権利を持っていますよというこの3つの柱で成り立っています。はい、でこの条約はもう永久に残るんですけども、ただ5年ごとに再検討、中身の再検討や進捗状況の再検討をすることになっているんですね。その再検討会議は2020年に開かれるんですけども、はい、そこに向けての準備委員会ということになっています。昨年は核兵器禁止条約が7月に採択されました。そして核兵器廃絶国際キャンペーン ICANがノーベル平和賞を受賞するなど、飛躍的な進歩の年だったと思います。それからの初めての会議ということで、実際の準備委員会の様子というのはどうだったんですか？そうですね、核兵器禁止条約に関しては、まだ意見が分かれていまして、核兵器を持っている国や、核の傘の下にいる国々はやはりこういう世界の状況を考えると、核兵器というのは安全のために必要なんだという論理を展開しますし、それから核兵器を持ってなくてこれは禁止すべきだという禁止条約の成立に頑張った国々というのは、やはり人類の安全のためには核兵器があるから安全ではなくなるんだ、だから核兵器をなくさないといけないという、その2つのグループの間でやはり意見の乖離がまだこう溝が埋まっていないという状況の中での会議で、最後までそれは埋まらなかったと思います。そうだったんですね。そして禁止条約の現在の批准国は、そうですね、そういう中で批准する国々が少しずつ増えてきていまして、今10カ国になりました。はい、これが50に達した時点でこの条約というのは効力を 発するんですね。ですからこれから50になるまでにまだいろんな紆余曲折あると思いますけども、はい、しっかり頑張らないといけないと思います。そして市長はこの準備委員会でスピーチもされたんですよね。そうですね、こういう国連の会議に行くときの被爆地の大事な役割っていうのは、議論がどうしても国益でしたり、あるいは軍事バランスのお話になりがちですので、そうではなくて核兵器が人間に何をもたらすのかということをしっかりと踏まえた議論をしてほしいということを被爆地からメッセージとして発信しに行っています。はい、今回は昨年亡くなられた谷口スミテルさんの写真をこうして示させていただいて、そして谷口さんの言葉を借りて被爆の実相をお伝えし、そして被爆地訪問や核兵器禁止条約の流れを強いものにするようにというメッセージを発信してきました。うん、谷口さんの意思が、ね、多くの方に伝わったんじゃないでしょうかね。そうですね、そうだといいと思います。そして市長はこの準備委員会の出席以外でもいろんな活動をされたんですよね。そうですね、こういう機会というのは核兵器に関するいろんな活動をしている皆さんが一堂に集まる機会でもありますので、いろんな皆さんと意見交換をしたり情報交換したりする機会になるんですけども、今回も例えば禁止条約を作るのに大変大きな力を発揮されたコスタリカのホワイト大使とお会いして、この時には
核兵器の禁止条約の早期締結を求める署名を今平和首長会議で集めてますけども、約18万8千の署名を大使にお渡しをしました。はい。その他にも左上がポーランドのブガイスキー大使が今今回の会議の議長ですので意見交換をしましたし、右上のアメリカのフォード次官補、それから左下のオーストリア、ここは核兵器禁止条約に非常に大きな力を発揮した国ですけども、その大使と面談したり、あるいはずっと核兵器の問題で一緒に取り組んでいる赤十字国際委員会の代表の方ともお会いをしました。もう本当短い時間にいろんな国のいろんな方にお会いしたんですね。そうですね。それからいろいろ若い人、長崎のユース大使、長崎ユース代表団も参加をしたんですけども、はい、彼らもいろんなイベントをしてくれて、左は彼らの主催による最大イベントですし、それから右側は広島の高校生たちや、それからいろんな世界中の若い人たちが参加してくれたユースフォーラムでも彼らが頑張って活躍をしてくれました。はい。それからちょうど平和首長会議のメンバーも集まる時期でもありますので、はい、理事会も開いて、ここでもこれから2020年に向けてどういう活動をしていくのか、昨年開かれた長崎の会議を踏まえての活動状況がどういうふうになっているのかという報告などが行われました。いろんな会議に出席されたり、各国の代表の方とお会いして、どんな手応え印象を持たれましたか？そうですね、いろいろお話をする機会、非常にいい機会になったんですけども、その中で特に印象的だったのは、若い世代の皆さんが新しい手法、 SNS なども上手に使いながら、ネットワークを広げながら、そして若い人ならではの情報発信をしながら平和の流れを作っていこうとしている姿が非常に印象的で、これは多くの皆さんがそのことを指摘をされていました。ですから非常にそういう面では希望が持てる会議であったなと思います。そしてスイスの後はイタリアへ行かれたんですよね。そうですね。イタリアには長崎の平和特派員の仕事をしてくださっている豊島彩さんとマシモ・ベルサーニさんのご夫妻がいて、そのプロジェクトに参加をしてきました。はい。この左側にいらっしゃるお二人が長崎平和特派員のご夫婦なんですか？そうですね。豊島さんは長崎出身の方ですね。はい。でご主人は新聞社に勤めている方で、いろいろ新聞でも毎年特集をですね、長崎の平和の特集をしたりしてくれてるんですね。どんなプロジェクトをされていらっしゃるんですか？はい、折り鶴のですね、話を真島さんがされて、そして実際に子どもたちに折り鶴を折ってもらって、そして平和への思いを、そういう心の中に平和の種を植えるっていうんですかね、そういう活動を学校を回ってされてるんですね。これまではお二人が住んでおられるピアチェンタっていう町とその周辺で行われてたんですけども、それが州知事も非常にそれに賛同されて、エミリアルマーニャ州全体でこの活動をしようということで今回広がることになったので、私も州からお招きを受けて行ってきました。はい、そうだったんですか。はい、市長も折ってますね。そうですね、子どもたちも頑張って折ってるので、私も折り鶴を折ってきましたけども、子どもたち本当にすごく楽しそうに、真島さんの教え方もすごく上手で分かりやすいので、子どもたちにとっては本当忘れられない体験になっていると思います。あ、そうですか。改めて折りながらですね、こういうすごくシンプルな活動なんですけど、こういう活動って世界中に広がる可能性を持っているなと思いました。豊島さんご夫妻の力で結構長崎のこと、このピアチェンツァで知られてるっていうことを聞きました。市長もかなり歓迎されたと。そうですね、いろんなところを回っていろんな町を回ったんですね。はい、でそこここに皆さん、市民の皆さん、子どもたちも集まってくれていて、平和の集会を開いて、そして、自分たちもこんな風にしてやっていきたいっていうことをこう表明していただいて、すごく印象的でしたね。それからエミリアルマーニャ州の市長さん方も集まってくれてですね、はい、このタスキっていうんですかね、はい、をつけてる方たちが皆さん市長さんなんですけど、市長さん、はい、集まって一緒にやりましょうということ で平和首長会議の仲間にもぜひ入ってくださいってお願いもしてきました。そうでしたか。はい、そして市長、私ちょっと驚いたんですけど、イタリアの子どもたちが長崎でよく知られてるあの歌を歌っているんですよね。そうなんですね。城山小学校で子どもたちが歌い継いでくれている「コラの御霊」という歌を、向こうで子どもたちが歌ってくれたんですね。はい、コラの御霊をちょっと歌っている様子があるということで、はい、ご覧ください。はい、
やちょっと日本語でね。そうなんですね。驚きますね。実は3箇所で別々の子どもたちが同じように歌ってくれたんですね。あ、そうでしたか。はい、イタリア語も交えながらだったりするんですけど、豊島さん声楽家ですので、はい、指導しながらですね子どもたちに教えてくれていて、日本語もすごくはっきりしているんですけど、歌い方がすごく優しくてですね、本当に感激をしました。もう聞き入っちゃいますね。そうですね。非常に感激されたんじゃないですか。あ、本当にイタリアでこの歌がこんな風に聴けるとは、ね、まあ、全然思ってなかったですね。もちろん白山小の子は知っているんでしょうね。そうですね。白山小学校とか山里小学校とは豊島さんを通じて交流があって、うん、鶴を届けたり折り鶴を届けたりしてますので、そういう意味でもすごく意味のある、はい、活動なんですね。いや、この歌を通してその長崎の原爆のこととかいろんなことを学んでくれていると思うと本当に嬉しくなりますね。いや、素晴らしい平和の折り鶴プロジェクトと、はい、ね、こういった歌の活動もされているということでね、本当イタリアの皆さん平和活動熱心ですね。そうですね。イタリアはやっぱ戦争の体験があって、その中でもマルサボットっていう町にもお伺いしたんですけども、ここは長崎に原爆が落ちる1年くらい前にナチスによって大虐殺があった町で、800人近い皆さんが亡くなられているんですけども、で今映っているのはこれ教会の跡なんですけども、ここにたくさんの皆さんが逃げ込んで、まあ、教会だったら大丈夫じゃないかっていうふうに集まったんですけども、それも関係なく神父さんも含めてたくさんの皆さんが殺されたという場所なんですね。本当悲しい歴史があった場所なんですね。そうですね。その頃のまだ体験をされた方たちがおられて、ここでもずっと子どもたちに話をしてくれているんですね、はい、こういう語り部の方たちがいて、ただだんだん体験者の方が少なくなっているというお話されていました。長崎と共通の課題を抱えているということですね。まあ、私たちと同じように戦争で辛い体験をしたという方がいたということをやっぱり我々は学ばなければいけませんね。そうですね。そういう皆さんがやはり話すときには思い出さないといけないんで辛いんだっていうふうに言いながら、うん、涙を流しておられたりしてましたけども、でも頑張って伝えるよっていうふうにおっしゃっていただいて、やはり同じ気持ちだなというふうに思いました。そして今回の出張の最後の目的がローマ法王にお会いできたという、はい、そうですね。日本の大使中村大使ってバチカンにいらっしゃるんですけども、そのお計らいもあってローマ法王とこうして直接一般会見できる機会が今回作れました。ここに写真写っているのは広島市長と長崎市長の連名で、ぜひ被爆地を訪問してくださいっていうことをお願いしているんですね。それから左下にちょっと写っているのは、これは潜伏キリシタンの皆さんが隠れて所有していたメダイと竹筒なんですけども、うん、長崎はこういう歴史もある場所ですということもお話しして、ぜひ長崎訪問をみんな心待ちにしていますというお話をしてきました。はい、法王からはイタリア語なんで私は分からなかったんですけども、はい、ぜひというお返事がありましたよというふうに通訳の方がお話をしてくださいました。これは焼き場に立つ少年という長崎で撮られたと言われている写真ですけども、この写真をたくさんの方に配られて、うん、そして裏にはですね、はい、戦争が生み出したものという意味のイタリア語を書かれて、はい、そしてご自分の署名も入れられて、こういったものを配られている非常に戦争あるいは平和について熱心な法王ですので、ぜひ長崎にお越しください、まあ、この写真を配られていることのお礼も含めてですね、はい、申し上げてきました。必ず長崎に来てくれると私は信じています。本当ですね。まあ、本当に今長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界文化遺産に、ね、登録されるかって、そういう時期にお会いできたっていうのもやっぱり大きかったんじゃないですかね。そうですね、はい、タイミングとしても非常にいいタイミングでお会いできたと思います。今回のヨーロッパ訪問を終えて市長はいかがでしたか。そうですね、世界中に核兵器の廃絶を願っているたくさんの仲間たちがいるということをすごく強く改めて感じましたし、はい、その中で、被爆地の方たちがいなくなっていく時代を迎えて、改めて被爆地長崎に期待される役割というのも大きなものがあるということも改めて感じて帰ってきました。はい、今回は田上市長にヨーロッパ訪問を振り返るというテーマでお話を伺いました。市長どうもありがとうございました。ありがとうございました。